エフフォーリアの新馬戦です。ちょっとスタート悪く、こういった形でねフラットしたような形にはなってしまったんですけども、この後後位につけていって先行からの、抜け出しというような形での競馬をしていました。でこの時はですね、まあ、デビュー戦ではあったんですけども、新馬戦前の調教内容から非常にいい動きを見せていた馬で、ここではねそれに十分に応えるだけの競馬ができたと思います。また特徴としてはこの新馬戦よりも一度使われたことで次のレースで非常に反応の良さというのを見せていけましたので、この100日走特別この後ご覧いただけますけども、そんな中でのね反応の良さというのは一度使われたことの上積みというのがとても感じましたし、結果的にその後共同通信杯の勝利にもつながっているような感じであります。まあ、特徴としてはここはねちょっとスタート悪かったところはありますけども、安定してある程度早めのレース運びができますし、使われていったことで、反応のいい加速力というのが使えるのはこの馬の、非常にいいところではありますので、まあ、前々で運びながらじっくり足を貯めてその中で、瞬間的な加速力、トップスピードまでスッと上げていくような足が使えるというのが最大の利点にはなってくるかなというふうに思います。まあ、そういうコースことを考えるとね、中山の 2000m というところで言うならば、あまりね道中で外外を回すような競馬でタフな、ね、持続力を生かすような展開になってしまうよりは、先段馬群できれば包まれない方が理想ではあるんですけども、馬群の中をついてでも、縫って差し込むぐらいの器用な、反応の良さというのは使えるタイプではありますので、道中できるだけねロスの少ない競馬ができた方が向いてくるタイプになってくるのかなというふうには思います。まあ、この時ねまだ新馬戦は反応が少し鈍いようなところがあってですね、すぐに加速していかない、ちょっとねこれご覧いただいても分かるんですけども、動きとしては硬さが残っていて、動きのね重たさというのを感じるんですが、これ一戦使われたことで次のレース非常に反応の良さというのを見せてきましたから、新馬戦よりも使われつつどん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 良くなっている馬だと思います。2戦目になったのが100日走特別で、ここもちょっとねスタートがもっさりというか外に出していくような形になってしまって、多少ちょっと接触するような場面もあるんですけども、先段馬群の中に入れて、我慢させるような競馬ができました。でその中で狭いところをまつくようにね縫うような形で反応のいい加速を見せたのがこの2戦目の内容ですので、最後直線の部分では、まあ、先ほどねご覧いただいた新馬戦では追ってからなんか動きの重たさというか反応の鈍さというのがまだまだ見れていたところがあったのが分かると思うんですけども、一度使われたことによってそれが改善されて、加速力というのが直線ではいい形で出てきたというところに注目してもらいたいと思います。で結果としてそれが次の共同通信杯にもつながっているような形にはなりますので、東京コースの方が広いんで、そういう意味ではですね、先段馬群で足を貯めるというような競馬をするにはどちらかというと向いているようなところがあるところは あるんですけども、まあ、中山の 2000m になったとしても、こういったね我慢してから加速するような競馬ができるということは馬群の中で上手に貯めることができるタイプではありますから、まあ、ロスのない、運びができた方が向いてくるのかなというふうに思います。まあ、一方で言うと中山の場合は包まれて身動きが取れなくなって進路が全く取れないまま終わってしまうというようなケースも出てきてしまいますから、まあ、枠順であったり展開というのでこの馬の力が発揮できそうかどうかというところはしっかり吟味してあげる必要が出てくるのかなというふうに思います。ここもね、まあ、囲まれながら前ずっと進路ないような形になっているんですけども、まあ、慌てない運びで進路取れてから加速させていくとスッと反応していくような競馬ができています。まあ、ようやくね、ここで今進路取れて、仕掛けていくんですが、まあ、先ほどの、新馬戦ではちょっとね、反応鈍かったんですけども、ここではある程度反応の良さというのを見せていて、ここからね、さらにもう一段スピード上げていくのがわかると思います。こういった足が使えるのはこの馬の特徴ですし、これは結果的に共同通信杯にもつながっているような、そういった内容を見せました。3戦目の共同通信杯はスタートも比較的スムーズに出ていくことができましたので、なおかつねある程度いい位置での立ち回りというのができたのは大きな収穫になったかなというふうに思います。それでですね、ここまで見てきた2戦よりもさらに反応が良くなっていて、どん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 ね使われつつこの馬の加速力の良さというのが見れていますので、そういったところはね、非常にいいかなというふうには思います。
まあ、距離としても距離がね、例えば 2400m ぐらいまで伸びたとしても流れに乗ってじっくり足ためるような競馬ができるような馬ではありますから、全然十分ね、それでも対応はできると思いますので、まあ、中山コース、2000m の競馬というのももちろん対応できますし、仮にね東京での行われるダービーになったとしても十分に対応できるだけの距離としては対応できるだけの馬だと思います。逆にね東京コースの方がじっくり馬群の中で足を貯めて直線ではね少しばらけやすくなりますから、進路探しながら差し込む競馬というところでおいては東京コースの方は多少レースはしやすいのかなというふうに感じるところはあるんですけども、決してね中山コースがだからといって対応できないということはありませんので、ただ大きく外を回すようなロスの多い競馬になってしまった時には減点が必要になりますから、極端な外枠というのはこの馬としてはあまり好ましくないかなというふうに思います。このあたりもですね、まあ、3戦目にして仕掛けてからの反応の良さで、そこから伸びていく足で、それをある程度持続するだけの、タフさというのを持っていますので、まあ、何よりもね好意で立ち回れるというのは最大の特徴でもありいいところでもありますので、まあ、そういったね競馬ができるかどうか枠順も含めて注目しておきたいのが、今回の皐月賞になってくるかなというふうに思っています。初めての中山コースとなった皐月賞です。まあね、挙動通信杯なんかでも伸び伸びと走れた方がどちらかというとね向いてくるタイプかなというところはあったんで、外目の枠に入ってしまうと、若干マイナス材料になってしまうかなというふうに思いましたが、ここは高枠の4枠7番ということで、しかもですねスムーズに内側の前に寄せていくような流れに乗っていくレースができましたので、この馬としては足をじっくりと溜めやすい、そういった環境が整えましたし、まあこういった形でですね後ろに追いやられることなく前を見据えたいいところでの立ち回りができたのは良かったと思います。今ご覧いただいても分かるように内側の3番手ぐらいにつけてはいるんですけども、まあ、この位置でレースができるとですね、常に進路、この後ですね、外に持ち出すにしても内をつくにしても、まあ、進路としては比較的取りやすくなってしまいます。もう一段階後ろの、まあ、白い帽子のねアドマイハダルがいるようなところにいると、この場所だと進路を取るのに、外と前両方をかわしていかなきゃいけなくなってしまうので、この進路取りの確率というのはどんどん減っていってしまいますし、さらにこの後ろにいるステラベローチェに関しても進路取りとしては前がどういう動きをするかによって、かなりね、進路運というところが左右されてしまいますから、まあ、そういう意味では、まあ、4番手前後の内側ではありますけども、この位置で運べるというのは、かわす、前をねかわしていくところの頭数というのは比較的少ないのは向いたと思います。ただまあさらにねラッキーだったのはこれ前にいるタイトルホルダーが若干内を開けて走ってくれることになりましたので、このあたり3コーナー4コーナー回って直線に入るところで、ここでですねぽっかり内が開くような形が取れましたから、ここはね進路運としても非常にラッキーだったと思います。やはり4コーナーで若干遠心力で外に膨れる馬がいますので、その分内でじっくり我慢していると、あの2列目でじっくり我慢していると進路必ず取れるような形になりますので、そこを上手についてしっかり足を溜めて弾ける伸び足をここでは発揮することができましたから、まあ、懸念していた外枠で外を回すロスの多い競馬にならなかったというところでは、この馬としては皐月賞を非常に強い内容で勝利できたんじゃないかなというふうに感じました。広い東京コースに戻っての日本ダービーで1枠1番でしたエフフォーリアです。まあ、ここね、包まれる前になんとかポジションを取っていくということで、少し、まあ、気合をつけて、声を取りに行くんですけども、まあ、結果的にね、ここでちょっと馬が行きたがるような感じになってしまって、かかってるわけではないんですが、この後少し力みながら走ってるような感じになります。この、1コーナー回ったあたり、画面が変わって内側からの画面になると、その部分が、よくわかるんですけども、そこでですね、こうご覧いただくと、この画面ですね、ちょっとアップになっていきますが、ここですね、ちょっとやはり、前半ちょっとね、気合をつけた分もありましたので、ここで少し力みを感じてしまいます。これまでね、こういう力みっていうのはあまり見せてこなかったような馬ではありますので、若干ね、そういったところでは力が入りすぎてるかなというふうに、感じました。まあ、その部分でですね、後半の伸び足というところにも少しだけ影響してしまったことはあるかなというふうには感じるんですが、この部分でちょっとね、こう抑え込んで、なんとかね、折り合いをつけようということに、なってしまったことで、まあ先ほど最初のうちはね、2番手ぐらいの位置を取れそうな雰囲気ではあったんですが、
若干控える形で、こういった形でね、少しバグの中でのレースになってしまいましたから、結果的に直線でも芯につながってしまったのかなというふうには思うんですけども、ただまあここでね、運よくここもね、スッと進路が外側に取れるんですよね。包まれることなく進路も取れて、ここから追い出して、伸び足は使えています。まあいい伸び足は使えているんですが、ただやはり前半の力みの分だけグッと弾けるほどの足まではなかったのと、こういった形でね、どん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 ちょっとね、外の方に流れていってしまっていて、ただまあそれでもね、あれだけちょっと力み見せながらも、後半はこういった形で伸び伸びと走れていい足は使えていますので、まあ内側から刺されてしまいましたが、まあこの勝利に近い内容の2着だったんじゃないかなというふうに思います。日本ダービーを2着に敗れた後、秋初戦として選んだのが、コバとの混合戦で、天皇賞秋を選んでいきました。まあ、ここ内枠だったんですけども、ある程度ね、前の方で運ぼうとしたんですが、ここでですね、スッと前にグランアレグリアに入られてしまうような感じになったので、まあおそらく想定していたよりも一段ね、後ろの馬群になってしまったのかなというふうには思います。まあそれでも、かなりですね、落ち着いた騎乗を見せていたのと、あとダービーで見せていたね、道中のこの力みというのが、まあ休み明け初戦だったんですけども、そんな見られずにですね、結構リズムよく走れているというところは良かったかなというふうに思います。今ここをご覧いただいてもわかるように、早めにね、こう外に持ち出そうという意識が見られるような内容ではありましたので、まあ本来であればもう一度ね、コントレールのジャパンカップの圧勝劇を考えてもですね、それをしのぎ切ったというところでは、まあ非常に価値のある内容、コバのね、初対戦ということになりましたけども、まあそれをしっかりとねじ伏せる、強敵相手にねじ伏せる非常に強い競馬ができたと思います。まあ距離的にもね、この中距離路線から、まああとね、まあ将来的にはマイルでも面白いんじゃないかなというような走り方をする馬ではありますので、まあこの今後のね、この後のレースぶりというのに非常に注目していきたいというような、まあそういった内容を見せた天皇賞秋でした。秋の2戦目に選んだのが、有馬記念でした。まあ天皇賞秋をね、休み明けで使って、有馬記念ということですので、かなりゆったりとしたローテーションを組めたというところでは非常に良かったと思います。まあこの馬としては、まあ距離面では有馬記念とこの 2500m、 またね、中山の急坂、こういったタフなコースというところを考えると、まあ決してね、ベストマッチしたようなコースではないんじゃないかなというふうに走り方からは感じるところがあるんですけども、ただ、しっかりと貯めれば弾ける足というのを使える、そういった馬ではありますので、そういう点から考えるとね、ここは、この有馬記念は2500m の、まあ、厳しい、まあ、コースではあるんですけども、道中しっかりと足を貯めることができていて、まあ、そのね、貯めを十分に活かすようなレースができたことで、最後まで、伸び切って、勝つ競馬ができたかなというふうに思います。ただまあこれまでね、新馬戦からずっと見てきても、この他の馬を追いかけるような、そういったレース、まあ早めのスパートだったりとか消耗戦というような、まあ自分から追っかけていくような競馬というのを、まだこのね、3歳の時点でも、3歳の終わりの時点でもですね、経験していないというのは、この馬にとっての今後の大きな課題にはなってきますので、まあそういったね、この溜めて弾けるというところは、もう常にずっとこれまで、しっかりと見ることができてはいますし、またね、ダービーみたいにちょっとね、力んで走ってしまうと少し、伸びがね、悪くなってしまうような感じがあった部分は、まあ否めないところではあるんですけども、それでも溜めれば伸びるというようなところが、この馬のいい形での、特徴と出ていると思います。まあそういったことを考えるとね、まあこれこういった形で多少、まあまあロスは外回すロスはあるんですけども、無理にこう、強引に外から追いかけるような競馬はしておらず、足は十分溜めている、形は取れていますので、まあそういったところではね、レースは非常にしやすかったと思いますし、ここら辺もね、こう無理に前を追っかけるというよりも、まあ気分よく走らせて、まあ徐々に加速させてるというような感じで、まあ直線の短い中山なので、こういった形でちょっと早めのスパートではあるんですが、まあ決してこれ消耗の競馬にはなっていませんから、十分ためを生かす競馬ができたと思います。まあこういう競馬ができるとね、皐月賞でも非常に強い競馬を見せましたし、まあただね、これ最後、着差としてはね、あまりなかったところはあるんですけども、まあベスト距離としては、中距離から、まあ場合によってはマイルぐらいまでの距離の方が向いてくるのかなというふうには感じます。
年明けの初戦となったのがかなり十分ですね、レース間隔を空けて4月に行われた、大阪杯になります。まあ、ここもぶっつけ本番というような選択にはなっていきましたが、このレースに関してはこの馬のこれまでの良さというのは見られず、このあたりでもですね、ちょっと追走するのに手間取っているというか、すっと流れに乗っていけず、今ここもですね、バグの中ちょっとなんかこうモサモサした感じを見せていて、この馬本来の動きというのが、見れなかった大阪杯かなというふうには思います。調教としても一周前追い切りの時点であまりね状態の動きが良くなく、最初追い切りでなんとか、こう状態としてねこう仕上げてきたかなというようなところではあるんですけども、それでもですね、調教のコメントにも残しましたけども、有馬記念の時の調教に比べると、8割程度の、仕上がりかなというような、若干ちょっと一周前追い切りから考えると、急仕上げな感じもあったかなというような、内容ではありましたので、ただそれがね、ここの、前半からの反応の鈍さや、後半この道中の追走とですね、それに伴うこの位置取りの悪さというところで考えると、それがね、トータルで、調教の悪さ、調教でね、仕上がりの悪さからの影響かというのは、わからないところであります。ただここら辺もですね、これまでスッと反応して、いけたね、流れに乗っていくことができた、馬なのにもかかわらず、ここは全然こう、反応が悪くですね、追走するだけでちょっと息が切れてるような感じになってますので、休み明けということもありますしね、そういったところでの影響が出たのかなという部分もありますし、仕上がりとして、まだ万全ではなかったかなというところもありますので、この先としてはね、十分な立て直しをして、週前、段階のね、調教、またね、最小域の調教というところで、有馬記念の仕上がりぐらいまでしっかりと持ってこれるかどうかというのはポイントになると思います。